アメリカの FRB ・連邦準備制度理事会は3日、0.5%の緊急利下げを決めました。年8回開く定例の FOMC 以外で利下げに踏み切ったのは、リーマンショック直後の2008年10月以来です。声明文では、アメリカ経済は力強いとしながらも、 景気見通しへの影響を注視し経済を支えるために適切に行動すると主張し追加利下げの可能性もにじませましたこの決定に先立ち G7 先進7カ国の財務省と中央銀行総裁は緊急の電話会議を開き適時か,か,か,かつ効果的な措置についてさらなる協調の用意があるとの共同声明を発表していました一方トランプ大統領は 緊急利下げ発表後にさらなる緩和が必要だとツイッターに投稿し追加利下げを求めました。